毎朝8時からね、NHK でおひさまという連続テレビ小説が放送されているんですね。あなたたちはそういう放送を見たことありますか？学校行ってるから見れないかな。はい、大人の人はそれを大勢見てはると思います。一人のね、陽子先生という太陽のように人々に光を与え、喜びを与える陽子という名前をもらった先生が、子供たちのいろいろな、ね、お世話をして、生徒たちからも大変慕われて、ね、みんなから愛されて、先生も子供たちを愛して、本当に素晴らしい、クラスができているんですね。まあそれほどみんな大好きな先生なの、ね、みんなその先生に構ってもらいたい、大事にしてもらいたいという、そういう雰囲気があるんですね。ところがそういうような先生がね、もしもどこかへ行くと言われたら、他の学校に変わる、この4月からと言われたらどうでしょうか？嬉しいか？寂しいな？悲しいな？せっかく慣れていい先生に出会ったのに、その先生がもう今度からその私たちの学校からよその学校行かれるとなったら寂しいわな。その時の状態わかりますね。実はね、イエス様も12人の弟子たちがいたでしょ。で、イエス様は弟子たちを愛し、ね、足までも洗ってくださる非常に優しい先生であったわけでしょ。で、そのイエス様が、私は父のもとへ行くということをおっしゃった。父のもとへ行くってどこ行かれるのか、僕たちもよくわからないなとも思ってた。みんながあなたたちのことを去っていくから言って、ね、動揺する、心が揺れ動いたんですね。なぜ私たちのところから離れていかれるのか、私たちはよくわからない。弟子たちは心配で心配で、いつまでもイエス様にいてほしいと、こう思っていたんです。ところがイエス様はですね、私の父の家に住むところがたくさんある、行ってあなた方のために場所を用意しに行くと、そして用意ができたらまた戻ってきますと。ああそうか、何かわからないけども、場所を用意してまた戻ってきて、あなたたちがその新しい場所に来ることができるように、準備のために私はあなたたちのもとを去るのだとおっしゃるんです。一体イエス様は何を、どこで場所を準備しに行くとおっしゃったんでしょうか？実はイエス様が場所を準備しに行ってくださったのはですね、弟子たちや私たちみんなを神様の国へ行くことができるように、その場所を準備するために、私は父のもとへ行くのだと、あなたたちみんなが天国で神様と共に、イエス様と共に一緒に生きることができるようになるために、あなたたちのもとを私は去るのですよと。だからちょっと寂しいかもしれんけれども、それは我慢してくださいと、あなたたちがもっと大きな喜びに迎え入れられるためであると、ね、そのイエス様が場所を準備しに行くとおっしゃる時にですね、イエス様の姿が消えてしまう、まもなく見えなくなってしまう、姿が見えない、
それは何を意味しているのかというと、イエス様は人々のためにあの十字架の死を遂げてくださるということです。十字架の死を遂げて、そして私たちみんなを神様のもとへ一緒に連れて行ってくださる、そのための準備のために、私はしばらくあなたたちのもとから離れ去るとこうおっしゃるんです。イエス様はそのようにして十字架に貼り付けにされて、3日目に復活して、また弟子たちのもとにお現れになって、ね、そしてイエス様はまだ教えるべきことを教えて、イエス様はやがて天の国へ帰っていかれることになったわけですけれどもね。ただしあなたたちが私の準備したその天国に行くためには、私を通らなければいけないよ。私は道です、真理です、命です、と申し上げた。イエス様は私たちみんながイエス様の道を通って天国に行くことができるんですと。勝手に例えば旅行山登るときでもね、勝手に道に登っていかないの。やっぱり決められた道があるわな。そうやないと他人とこ行ってしまったり、危ないとこ行ってしまったり、迷ってしまったりするでしょ。やっぱりちゃんと六甲山あと5キロ、いやこの道通っていったら、あこれは左行ったらダメ、まっすぐ行きなさいと書かれている。あそしたら行けばいいんだな、まっすぐ行こう。そういう風にして頂上までたどり着くことができるでしょ。イエス様は私たちがみんながイエス様の道を通って、イエス様と一緒にね、一緒に歩んでいくならば、天国に迎え入れられることができるんです。私はイエス様が示された道と違う道を行こうなんて思っていたら、とんでもない大きな過ちに陥ってしまいます。だからイエス様は私が道である、私の道を通って天国に行くことができるんですよと、そういうふうに呼びかけておられるわけです。だから私たちはイエス様が示してくださる道、それはどんな道だったでしょう、ね、イエス様が私たちに示してくださった道というものは、時として厳しい、時として優しい、時として非常に、ね、この細やかな心を持って、イエス様の示してくださった道を歩んでいかなければならない。人を殺したり盗んだり、そんなことをしてはいけませんよと、そのようなことをする人はイエス様の準備してくださった天国へ行くことできませんと。むしろ優しくしてあげなさい、人を助けてあげなさい、ね、困っている人があったら何か差し上げなさいと、食べさせてあげなさい、飲ませてあげなさい、そういうことをちゃんと守って生きていく人は必ず天国の道へイエス様と一緒に旅立つことができるんです。そのためのイエス様は、そのために自分は、イエス様は父なる神様と一緒におられたんです。イエス様の姿の中には御父なる神様の姿も示されていたんです。私を見た者は父を見たのだと、父と私とは一つであると、こうおっしゃって、イエス様は誠の神様、天の国からこの世に来てくださった、人間となってくださった誠の神様であるから、自信を持って私の後に従いなさいとおっしゃった。だから間違いがない、ね、騙されることはないのです。イエス様がおっしゃった
ことを守って生きていくならば、みんな間違いなく天の国に迎え入れられますよと。そうすることによって私は命であるとおっしゃる。私たちは生き続けることができるんです。この世において30年50年100年生きても、その後も生き続けること、神様と共に生き続けることができる、そのような命をイエス様は私たちのために与えてくださったんです。自ら十字架にかけられて亡くなられてね、私たちの人間をみんな神様の命に預かることができるように、みんなが神様と一緒に幸せになってほしいと思って、イエス様は我々のこの地球上に来てくださって、私たちみんなをね束ねて天の国へ導こうとしてくださっているわけです。そのためにはイエス様が示してくださった道をしっかりと歩んでいかなければならないのです。ですから、どうか今日のごみさんの中でイエス様、あなたは私たちのために自らの命さえも十字架にかけられて亡くしてくださった、その大きな愛に応えて、私たちもあなたの示してくださった道を忠実に歩んでいきたいと思いますので、いつも私たちを見守ってくださいねと、こういう気持ちでごミサをお捧げいたしましょう。